ニュースポストセブンです。飯島直子さんが離婚していたことが分かりました。2012年のクリスマスに不動産会社を経営する一般男性と再婚していた飯島さん、約9年の時が経ち別れる決断を下しました。飯島さんの知人によると、きっと元旦那さんが起こした2年前の騒動が原因なんでしょうねとのこと。2019年10月、週刊女性が元夫と舞台女優の不倫をスクープ。2人が路上でキスをする写真も掲載されました。飯島さんは元夫の裏切りに深く傷ついていたそうです。ニュースポストセブン。